オリックス24年度のキャッチフレーズはオリフォーわらわら。オリックスは9日2024年のキャッチフレーズを発表した。4年連続のリーグ V と日本一奪還へ向けオリフォーわらわら抑えよう。中嶋監督はもちろん4という数字を意識しまして、オリフォーという形になかなかいいと思いますと笑顔を見せていた。 WW となるのは V が4つ連なっていることから、オリックスが試合で勝利した時に球団のインスタグラムでもオリフォーと記載されることがあり、勝利を喜ぶ表現として使用されている。中嶋監督は叫ぶのはちょっと恥ずかしいですけどねとやや苦笑いも浮かべていたが、分かりやすいかなと浸透に期待している。オリフォーわらわら面白いよ。オリフォーわらわら良いキャッチフレーズです。おかえり、こういうので良いんだよ。最近のは優等生すぎた。レイヤン、近年真面目すぎてつまらんかった。レーサーラモン HG の出番か。オリフォーわらわら、これは使いやすいな。4位になった瞬間に煽りで使われそうやな。ここ最近で一番笑った。何これ、そのまま優勝逃してオフォーわらわらって言われてほしい。サトシの顔が謎に晴れやかなのが一番おもろい。カープのスローガンかと見間違える、ふざけ具合。まあ結局は秋になったら全員で勝つの方が流行ってるし関係ないな。居酒屋のノリで考えたやろ、正直好き。4連覇の方4とダブルダブルは V が4つってことか。つい背任のツイートみたいなキャッチフレーズやな。そういや昨日の東西ネタ合戦で HG 出てたから、タイミング的にも煮詰まった担当がインスパイアされたんかも。違う、見た瞬間に HG が思い浮かんだの私だけじゃなかった。これレイザーラモン HG の開幕戦始球式フラグやろ。オリフォーわらわらってわらわらわら、いやマジで今年も楽しみやわら。レイザーラモン HG とコラボしたり、ベトナム料理の方の球場飯とか作ったりしてほしいな。笑い、これが TL にめっちゃ出るんか。わら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 、ダサすぎて一周回って可愛くなってきたよ。いや正しくは微笑ましいかな。サトシ年始早々恥かいてるの笑った。オリフォーわらわらなのクソおもろいんやけど爆笑。オリフォーわらわらサトシ以上に持ちこなせる、持ちこなせる、みんなはおらんやろ。オリフォーだけなら全然いいけど、オリフォーわらわらまでつけると煽り性能高すぎで他ファンにチャモンつけられそう。オリフォーわらわら可愛い笑い。 TL にオリフォーわらわらが流れてくるたびに煽ってるようにしかまみえんくてきつい。どうどしてこうなた。ヒーローインタビューのラストに神戸さんの激渋ダンディボイスでオリフォーわらわらが京セラドームに響き渡るの面白すぎては、よし合い見に行きたい、全試合勝てって感じ、聞きたいから。オリフォーわらわら大文字全角嫌すぎ。公式がオリフォーわらわらってツイートすると思うとたまんないな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。